こんにちは、連日暑い日が続いておりますけれども、昨日東ティモールの選手団、伊那を離れて東京に向かいました。一時バタバタしたんですけども、コロナ禍の中での合宿ということで、私たちもできることは一生懸命やったんですが、交流ができなかったということは私たちだけではなくて選手の皆さんも残念だったというお話をしておりました。また一方では長谷中学校とか稲東小学校、稲西高校、また総合型スポーツクラブの皆さん、 DVD ビデオ、またいろんな応援機を作って送っていただいたということ、本当に団長さん感謝をしておりました。で、稲はとても暖かくて、人が暖かくて、緑がきれいなところだということで、お帰りになったわけでありますが、また何かの機会でお会いすることもあるかもしれませんけれども、こうした中でも市民を挙げて、またしっかり応援ができたかなというふうに思っております。また後ほどお話をさせてもらいますけれども、ワクチン接種についても今順調に進んでおりまして、また担当の方からもお話をさせていただくということでよろしくお願いしたいと思います。それでは私の方から最初にテーマに沿ってお話をさせていただきたいと思います。まず私有地の売却の入札でありますが、お手元の資料にありますように、山寺の高尾町の住宅、それから西箕輪の住宅用地、これは前駐在所があったところですけれども、このことについてお話をしたいと思います。この私有地の売却におきましては、特定の用途、これを指定せずに、またどなたでも参加できる形で実施をしてきております。で、今回の私有地の売却にあたりましては、財源の確保、それから移住・定住の人口増ということで実施をするわけであります。で、今回落札した土地につきましては、戸建ての住宅の建設用地として、分譲販売用地していただくと。また価格については法人または個人の事業者に限定をしているということであります。不動産取引の専門家であります地元の事業者、そうしたノウハウをお借りをしながら、多くの方が購入しやすい形、また購入しやすい価格、これで分譲をしていただきながら、進めてまいりたいと。で、この現地の説明会については7月の29日の木曜日と30日の金曜日、これに予定をしております。特に山寺の高尾町の住宅用地については非常に立地のいいところ、また市街地にも近くてということでありますので、ここについてもかなりの数の住宅が建設できるということで、期待をしております。それから次は協議のメモ用紙でありますが、今皆さんのお手元に行っている、この協議なんですが、今までの協議の使い方っていうのは食品だとか包むクルムだったんですが、これはメモ用紙に使うということで、考えられました。これが協議のメモ用紙でして、書きやすい厚さということなんですかね。赤松を使ったもので、大和屋さんで作って、小倉さんと一緒に開発をしたと。で、350個作って1個あたりが500円ということであります。で、これは非売品としてでありますけれども、これノベルティグッズとして販売をしていきたいと、販売というか配布をしていきたいということで、今後様子を見ながらこれを生産をして、直接販売に結びつけられるようにしていきたいというふうに思います。で、この協議の
メモ用紙も横から見ると本当に木目というか年輪がそのまま出ておりまして、非常にリアルというか 木を意識できるようなそんなものになっております。で今まで飲食店とかあるいはおにぎりを包むとかですね、そうしたところに使用をしていたんですけども、まあ、こうしたメモ用紙にも使えるということも知っていただいたり、まあ、私たちの身近にあるもの、これをプラスチックからだんだんにこうしたものに置き換えていくということで、まあ、進めてまいりたいというふうに思います。それから続きまして、コロナワクチンの接種状況であります。資料としてお渡しをしてあります、まあ、表があると思うんですが、まあ、高齢者へのワクチン接種、これは5月の3日のから入院患者から開始をしておりまして、個別接種また集団接種等の接種回数、これは表の記載の通りであります。で、まあ、下の表、下段の表については7月20日現在のワクチンの接種記録、まあ、VRS による接種状況であります。で1回目の接種者の数ですが、87.8%、 2回目が済んでいる方は 62.2% ということで、おおむね今月中には完了する予定ということであります。それから64歳以下の市民の皆さんへの接種でありますが、これは 2ページ裏側でありますが、これは基礎疾患を有する方については申請のあった方が約2300人であります。でこの方たちには6月の25日にクーポン券を発送して7月の1日から予約を受け付けていると。それから60歳から64歳の方と、それから高齢者の施設などへの従事者については約3300人おりますけれども、これは7月の1日に同じくクーポン券を発送して7月の8日から受付を始めていると。であと今後受験とかですね、就職活動等によって、まあ、県外へ訪問する機会が多くなるだろうという、まあ、高校3年生などでありますが、約700人については7月の8日の日にクーポン券を発送して7月の14日から予約を受け付けているという状況であります。であと早期の接種対象となる職種の皆さん、教職員とか保育士、また生態関係、警察でバスタクシーなどの交通インフラの皆さん、この皆さん約2000名おりますけれども、7月の9日にクーポン券を発送して7月の16日から受付が始まっている。また55歳から59歳の方については対象約4000人でありますが、これは7月の13日にクーポン券を発送して7月の16日、金曜日から受付を行っておりまして、まあ、今お話をした皆さんについては早い方は7月中にはもう第1回の1回目の接種が行われているという状況であります。でそれ以外の方、16歳から54歳の方でありますが、これ4ページですね、約2万4000人でありますが、これは昨日、7月の20日ですけれども、クーポン券を一斉に発送しております。で、予約の受付についてはおおむね5歳から10歳、ほどの年齢で区切って今後段階的に実施をしていくわけでありますが、予約開始日については改めてはがきでお知らせをするということであります。でさらに12歳から15歳の児童生徒でありますが、これについては申請によってクーポン券の発送を行うんですけれども、健康な児童生徒については日本の日本
小児科学会の見解とか文部科学省の方針など、まあ、こうしたものを参考にしながら、まあ、慎重に判断をしていきたいという考えであります。で、まあ、ワクチンの供給状況でありますが、7月の19日からの2週間第10クールこの間の伊那市への供給量は要求をしている数字よりも2箱少ないわけでありまして、約2300回分であります。で、まあ、少なくて4箱分であります。約4600回分ですが、で、まあ、今後については供給量に合わせた接種予定ということを組んでいくことになろうかと思いますが、8月の上旬には予約受付が開始されていない年齢の方、こうした方を対象に、まあ、キャンセル待ちの登録、これを開始する予定であります。で、年齢が下がってくるに従って接種をする方のパーセントが、高齢者に比べて低いだろうという予想もしておりますので、これは状況を見ながら進めていきたいというふうに思います。で、8月の上旬には予約受付が開始をされていない年齢の方、こうした皆さんを対象にしてキャンセル待ちの登録を開始をする予定ですので、早期に接種を希望する方についてはキャンセル登録、これを行っていただきたいと。今後個別接種の医療機関において産業医の契約を結んでいる企業、こうした企業の対象とした接種を行うということも考えられますので、ご承知を聞いていただきたいと思います。で、国からのワクチンの供給量でありますが、不透明な部分もあるものの、今のところ伊那市では11月中には希望する市民の皆様全員への接種、これを完了する予定だということであります。続きまして、伊那市カレー大作戦というものであります。夏休みを迎えるにあたって子どもたちへの食事の提供、これをどうしようかということで担当の方でも考えてまいりました。企業の皆様、それから団体の皆様に応援隊としての登録をしていただいて、食料品の提供とか、あとお金の寄付、あるいはキッチンカーを使っての配食、こうしたことなどで各方面から、多方面からの協力をいただいております。で、この今回のカレー大作戦でありますが、お手元の資料にありますように、これは伊那市社会福祉協議会が主催をして、市内の 10の地区、13カ所、10地区13カ所で、美味しいカレーをお腹いっぱい食べていただこうということで、企画をしました。で、調理につきましてはそれぞれ地区ごとに、異なるんですけれども、普段子ども食堂をしている団体とか、あるいは市内の飲食店、の皆さんが行っていただいて、特になかなか開けない場所といいますか、もありますので、そうしたところはキッチンカーを持っている食堂の皆さんにお願いをしたところ、本当に心よく、いくらでも協力するよということで、キッチンカーを5台ほど配車をしてもらって、で、子どもたちへ、カレーを提供するということで今準備を進めております。で、この8月の4日の水曜日の16時から18時ということで、このチラシの下にありますように10地区の13カ所で提供するわけですが、提供方法についてはキッチンカーの受け取りとか、いうふうに書いてあるところがあります。こうしたところで提供するんですが、私も当日富潟の会場、貝沼名商会という皆さんが協力をしていただいて、キッチンカーで皆さんに提供すると。で、このキッチンカーもローメンズクラブで持っているキッチンカーの会員の皆さんが協力してくださるということで、私も子どもたちが受け取っている姿を見に行きたいということであります。で、これ
まあ、貧困とかですね、そのいろいろ家庭の事情で、大変だということの子どもだけじゃなくて、どんな皆さん、どんな子どもたちも、高校生を含めてみんなが行ってこう楽しく食事ができる、カレーを受け取って食事ができるということを目的としますので、本当にたくさんの方に来てもらえればと思います。で、まあ、今回伊那市で、まあ、こうした取り組み、フードバンクだとか子ども食堂、そうしたものを安定的に、食材とか、お金が回るような形を作り上げている中で、その窓口となっている社会福祉協議会でこうした企画を立ててくれたということは非常に嬉しく思っております。普段の仕事が忙しい中でも、やっぱりこうした地域の子どもたちのためにやっぱりこうした企画ができて実施ができるということ、大変嬉しく思っておりますし、またこの8月の4日だけではなくて、またあと担当の方からお話をさせてもらいたいと思いますけれども、夏休み中、こうした時にも、まあ、子どもたちにこう美味しいものを食べるものをお届けできるようなこうした計画も立っておりますので、そうしたことも子どもたちにも情報が届くようにしてまいりたいというふうに考えております。そしたら今夏休み中の子ども食堂について担当の方からちょっと話をしてもらえますか。夏休み中になりますけれども、普段の子ども食堂をやっていただいている運営団体の皆さんによる配食が、夏休みの期間中、22日から8月のほど22日1ヶ月間の間に6回ほど予定をされております。また、先ほど周囲話がありますキッチンカーによる配食も別に6回ございまして、食事の提供はないけれども、学習支援ですとか体験の提供などをしていただける回数も12回あります。お盆の時期はどうしてもお休みのところが多いのですから、お盆の週は少し少なくなりますけれども、今申し上げたものは大体毎日やっているような状態になっておりますので、夏休みどこかしら、伊那市のどこかしらで食事の提供や子どもの居場所というものが提供はされているという状態になっています。はい。で、今私の方から話をした4点について、でありますけれども、その前にあれだね、8月の主な行事をちょっとお話をさせてもらいたいと思います。まず第68回の伊那市民体育祭のカヌーの部が8月の29日で、同じく陸上が9月の4日、太極拳、気候、これが9月の4日ということで予定をされております。それから第9回の千両万両千月山祭り、これが9月の11日と、また12日の日には市民体育祭のバレーボールの部が行われるということで、それから第30回の信州伊那千月俳句大会が9月の12日ということであります。で、まあ、信州高遠美術館においては原田コレクション、これが収作を厳選しての展示が行われておりまして、山口和江、の生誕130年記念、まあ、そんなものもございますので、ぜひ足を運んでもらえればと思います。で、面白いところでは創造館で伊那市有線放送50周年地域とともに半世紀ということで、これも歴代の有線のさまざまなこう変遷をまとめたものとかですね、今までの取り組みとか、まあ、いろいろ面白いものが見られると思いますので、これが行われるということであります。まあ、私からは以上です。で、それでは質問に入らせていただきます。社名、お名前の後ご質問をお願いをいたします。はい。
社の、そのお話でもありますけど、シンプルモールの件についてなんですけれども、もし発生されたということだと思いますけれども、選手団が、新型コロナウイルスの濃厚接触者になっていたということで、陰性も証明はされてはおりますけれども、そのあたりの受け止めといいますか、人は感じなかったと思います。17日の土曜日ですか、県の方から連絡があって、同じ飛行機に乗っていた方の中に陽性者が出たという連絡があったものですから、選手の行動については止めてもらったと、私どもというか、むしろ、選手団の方で、陸上競技場とか、プールに行くことをやめて、でホテルで待機というふうにしていただきました。もとより市民との接触全くなかったものですから、そうした点では安心をしていたんですが、また PCR 検査を受けた時にも、陰性という話だったんですが、一人再検査ってなったものですから、それはどうなるのかなと思って注目していたんですけれども、この方も陰性ということでしたんで、オリンピックに出られるかなということで、せっかく日本に来たのにオリンピックに出られなくて帰るなんてことが なくてよかったなというふうに思っているところです。他にご質問がございましたらお願いいたします。関連でいろいろ最後はちょっとダメなところもあったんですけども、東ティモールがこう東に来て、交流はできなかったけども、事前合宿を行ったということについてどのように総括されて、それと今後東ティモールはどんなふうに交流していきたいというのか、本当は帰るときというか、送り出すときにはできる限りのこう頑張ってこいというようなことでお伝えをしたかったんですけども、それも濃厚接触者というようなことの中ではなかなかこう、できにくい状況だったんですが、ただ稲を立つ前に電話で、マテウス委員長さん、団長さんと話をしました。話をしましたといっても、テトゥン語というか現地語なのでわからないんですけども、片言の英語で話をしたりする中では、非常に伊那市の皆さんのこう心配りには本当に感謝をしていると、嬉しかったっていうこと、特に実際お会いはできなかったんだけれども、こうビデオメッセージで、子どもたちの応援を届けてもらったり、また練習場には頑張れというような、横断幕というかちょっとした小さいものを、貼ってもらったりしていて、選手たちは本当に喜んで、練習ができたということをおっしゃってました。で、ホテルから一歩も外に出なかったわけですけども、ホテルから見る、高遠湖、湖とか、また周りの緑の美しさ、このことは本当に選手一人一人がとても感動していたと。でまた食事もですね、全然違う環境だったんですけれども、ホテルの、料理人たちが、工夫を凝らして、出してくれてとても美味しかったと。でほとんどみんな完食ができたということで、美味しい食事で温かいもてなしをしてもらったということで、とても感謝をしておりました。でお土産に、大統領からのメッセージをもらってましたので、大統領宛てに、高遠焼きの壺を持って行ってもらいましたし、で選手の皆さんにもグッズをお渡ししたりする中で、稲祭りのハッピーがとてもなんか好評だったらしくて、でハッピーを着て写真を撮って、国の方に送ったりとかですね、いうようなことを皆さんにされていたということで、最初ハッピーなんかそんなに喜ぶのっていう話を担当にしたんですけど、全く逆でした。やっぱり日本らしいその、着物というのはとても受けていたということであります。
で、まあ、東モール当初はパラリンピックの選手団もこちらに来るという予定だったんですけども、これは国の方の方針で、送らないと。で、委員長さんともマテウス団長さんとも話をする中で、本当に今までの交流というのが ある中で、さらに東ティモールとイナっていうのが本当にこう近くなった気がすると。で、これからも交流を続けていきたいというお話をしていただきまして、まあ、中に入ってもらった北原岩尾さん、初代の東ティモールの大使ですけども、北原さんからもそのことを話をいただいて、まあ、北原さんを介しながらも今後東ティモールともつながりを持ちながら交流ができればと。で、特に人の往来ということではなくて、まあ、ウェブ上でもできますので、そうしたつながりが取れればいいのかなということを期待をしております。ここにご質問があります。はい、まあ、その東ティモールの問題は別として、いよいよ東京オリンピックが開幕するんです。そのことについての主張なので、いよいよ開幕までにいろいろ説明があったんでしょうか。難しいですね。まあ、いや、もう始まりましたからね。始まりましたから、感染拡大がないようにしっかりと、まあ、そうした管理をして、まあ、世界的な、まあ、大会ですから、まあ、進めてほしいかなということですね。ここにご質問でございます。信濃毎日新聞の関と申します。よろしくお願いします。今日のテーマから若干それるんですけれども、中野高校高校野球で躍進されておりまして、明日、松本の方で知らないかと思います。期待などございましたらお伺いください。期待をしてます。まあ、まあ、ただテレンテクダの抹消学園ですから、簡単じゃないと思いますけどもね。ただまあ、上田から甲子園の会っていうのがありまして、地元の子どもたちが地元の高校で甲子園に行けるような、そうした支援をしようということを会を立ち上げてからちょうど4年目でしょうか。そうした中で一昨年は稲谷由岡が決勝まで行って、それから今回高等高校がベスト4まで来ているということで、本当にいい選手は私立高校にどんどんとも引っ張られていくんですけど、残ったっていうと怒られちゃうかもしれないんだけど、地元の高校生が、高等高校なりこう来て集まって、それでこう、ベスト4まで来たっていうのは私は素晴らしいことだと思いますね。まあ、話に聞くとずば抜けた選手がいるわけじゃないんだけれども、やっぱりこう粒が揃っていて、でそうした生徒が一戦一戦こう勝ち上がってきたっていうこと、これは紙になっても私にしても非常にこう自信になります。学生数も少ない高校です。1学年3クラスしかないところの学校が、しかも村部の高校という位置づけの中で、ベスト4っていうのは本当に快挙だと思うんですね。まあ、そうした中で最後まで力を出し切って、できれば僕らを甲子園に連れてってほしいというふうに願ってます。勉強で大変重視です。市長さんも高校時代は稲北高校で野球部やりました。野球だったんですけど、ちょうど2年生の時ベスト4まで行ったんですよね。で、まあ、あの時は丸子に負けて、で準決勝は飯山と丸子と稲北と抹消だったかな。でその時は丸子が行ったんですよね、堀場の頃ですね。ありがとうございます。何点よろしいですか。先日ですね、移動知事室が紙になっておりまして、皆さんの方訪問されて、新産業の関連の取り組みなんかをして DX に行って、おっしゃされていたかと思いますので、
医療事実の最後の知事会見で、知事も非常に高い評価と関心を示しておりまして、県としてもこう決してできることをやっていきたいというようなこともおっしゃっていましたけれども、皆さんとして県としてこんな役割を果たしてほしいとか、そういうのがあればお聞かせいただきたいと思います。知事の方からもそうした県としてどんなことができるかという話をいただいたんですが、あの時には私どものやっていることっていうのは、市民に一番近いところで市民の皆さん、ここに暮らしている皆さんのこう課題、これがたくさんあるわけですよね。高齢化とか少子化とか、医師不足だとか買い物難民だとか、いろんなこう課題があって、それを解決するための手段として新産業技術のというものを導入して実験をして今実装に入っていると。ですからそうしたことをじゃあお手伝いをって言われても、こうにわかにはちょっと思いつかなかったもんですから、その時に知事には話をしたのは、稲でやってうまくいっているところ、これは県内にも同じような悩みを抱えているところがあるので、そうしたところに横展開をすることをやってもらうのが一番私たちとしてもいいのかなという話をしました。でその後具体的にどんなお手伝いが実効性があるのかなって考えたときに、例えばモバイルクリニック、の、ワゴン車を改造して実際こういろんな機器を搭載して、2000万ぐらいかかったんですけども、でああいうものを県で作ってくれれば、で地域でこう医師会と話をして同じようなことを展開できるのかなと。でスタートアップする時の、後押しとしては、ああいう、 こうハード面で、県の支援があれば県がいろんなところで使えるんじゃないかなというふうにちょっと思ったんですね。他にも、ドローンでの、買い物弱者への届けるっていうのも、ドローンを例えば県が中に入って支援してもらって、でその仕組みを上手に使ってこう運ぶっていうことも、ありかなと思いましたんで、そんな点を、これから県としてやっていただければ、伊那市だけではなくて同じようにこう困っている県内の自治体というのは非常にこう助かるんじゃないかなというふうに思います。他にご質問はございますでしょうか。そのカレーの大作戦のことをちょっとお伺いしたいんですけども、言わずもがなことなんですけど、なぜカレーかということと、これ社会福祉協議会が主催ということなんですけども、市と社会福祉協議会 その関係というか、これ、以前その応援事業、委託事業であるということだったんですが、その一環という捉え方でいいのかということ、その食材とワードもその応援隊の中で調達したものというふうに考えてよろしいんでしょうか。カレーはですね、やはり国民食という社協で売ってるんですが、好き嫌いなどなたでも美味しくいただけるものではないかということで、今回は、カレーを選択しております。また量の調整がしやすいというところもございまして、カレーを選んでおります。で社協との関係ですが、今お話ありましたように、子どもの被害応援事業で社協に委託をしておりますので、その中の活動の一つとなっております。で食材につきましては、昨日も商工会議所の女性部の皆さんからたくさん頂戴しましたけれども、そういったものをやっていただく事業者、キッチンカーの方などに見ていただいて、必要な食材をそこからお持ちいただくというような形になろうかと思います。今後例えば冬休みとか、あるいはカレー以外でのやり方とか、なんかそういうのがあるんでしょうか。先回はですね、この活動は今回限りは当然ずっと続けていくべきものだと思いますので、今回初めての取り組みになります。やってみて中では他のメニューはどうかなとか、場所ですとか検討しながらより良いものにしていきたいと思います。それではご質問の方を以上とさせていただいておきまして、よろしいでしょうか。ありがとうございました。次回でございますが、8月の20日金曜日
の午前11時からの予定でございます。よろしくお願いいたします。以上をもちまして定例記者会見を終了とさせていただきます。ありがとうございました。